エンジニア、マーケター、デザイナーの案件探しなら DYM テック。希望の働き方に合わせてご案内します。詳しくは概要欄をご覧ください。はい、ということでこの動画はですね、出演者募集という動画です。今までですね、数々の企業の OB の方に出ていただいてますが、最近この動画を撮っていなかったので、自分なんて出る対象じゃないかもしれないと思ってる方もですね、インタビューさせてください。絶対にまあ見バレしないようにモザイクをかける、編成をするなどの対応は完璧に行いますので、ご安心ください。そこ出身の方で宣伝したいことがある方はですね、出演していただければ、他も完全無料で、案件扱いにならずに宣伝させていただきますので、ぜひお声掛けください。友人の紹介とかもぜひお願いします。はい、お願いします。ちなみに多くの方が年収が高くないと出れないと思ってる方結構いるんですけど、そうじゃないですよ。みんなが知りたい企業だったらどこでもいいです。なんで年収高いとかいうくくりは一切このチャンネルはないので、まあ年収チャンネルって番組名で勘違いされるんですけれども、ご安心ください。できれば再生数が取れる企業だったらどこでもいいと思ってます。一回年収チャンネルで出てる企業さんでも全然新しい情報も含めてですね、いろんな方にインタビューしていきたいので、そこも気にせずご応募ください。謝礼もお渡ししておりますので、その件を含めて LINE でお問い合わせください。一旦どんな企業でも出られると、この企業以下は出られないとかは特にないです。ただ数字が分かりやすく言うと、来年の1万再生ぐらい取れそうだなっていう企業に限りっていう感じでこちらで判断するので、こんな企業どうですかっていうのは LINE で打診は全然、山本が回答しておりますのでご安心ください。はい、まあ、イメージとしては各業種業態のなんかトップ10とかに入っていただくような企業様であれば、ノルック OK っていう感じになるかなというところなので、で自分のあの企業が結構ニッチなんだけどみたいなところも、結構需要があるかなと思います。ちなみに撮影に関しては打ち合わせは特になくて、台本も特になくて、当日まあ20分から30分時間をいただいて、そこでインタビューをする。で30分撮った動画が、まあ、編集などなんなりで、まあ、15分ぐらいに圧縮されるみたいな、そんなイメージですので、ほぼ工数というか時間も取られないと思います。はい、特にですね、年収チャンネルなぜかコンサル、金融系の方っていうのは多いんですけれども、例えば食品メーカーさんであったり、重工さんであったりとか、あとエネルギー系、電気メーカーさん、化学メーカーさん、製薬メーカーさん、この辺りのメーカー、ものづくり系の企業の方っていうのの出演が今までちょっと少ないので、ぜひお声掛けいただけると非常に嬉しいです。これなんで少ないかっていうとですね、僕の予想ですけど、まず年収がそんなに高くないから自分は狙えないんじゃないかと思ってるっていうのと、退職してる人がそもそも少ない。いい企業だ、ホワイトが多いっていうのね、あるよね。まあ、転職ってやっぱ金融コンサル系は転職が多いので、OB としてお話しますは多いと思うんですけど、ぜひ完全モザイクで撮影時間30分ぐらいですか、の高速でお話お伺いさせていただければと思いますので、ぜひ概要欄 LINE からご連絡ください。ありがとうございました。ありがとうございました。